おっぱいは世界を救う。本日は、野田市、ドライビン、大宮さん来てます。なんかね、ミックスフライとか、もつ煮とかが有名らしいんで、ちょっと、お食事がてら来てみました。まあ、ちょっと、ショートっぽい動画になるかもしれないんですが、こちらの方、試食じゃねえ、入ってみたいと思います。はい、では、大宮さん入ってみたいと思います。うん。このね、ドライブイン大宮さん。最高のコースチュエーション。うん、こんな感じでね。あ、いいな。ホルモンライスとかね。あゆ、甘露煮、小餅とかね、いろいろあるんだけど。まあ、この看板的にもなかなか、すごいな。これ好きだな、この感じ。まあ、ちょっと店内、入ってみようかな。うん、うわ、これ懐かしい。これレトロだかなんか、こういう感じのイカ焼き地下ってなんだ。すごい、イカ焼き地下です。いいねー。まあ、こんな感じで入ってみたいと思います。失礼します。メニューがこれ。よし。ホルモンライス食ってみたいな。ホルモン焼きそばだって。すごいね。あ、私持ったやつ。まあ、こんな感じで目にかかしながら。いいね。カツ丼があって。うなぎ1個80円だって。ふぐ唐揚げとかさ、こういうとこで見えるんだ。ステーキ1200円だった。いや、生姜焼き定食食ってみたいな。これいいな。ドライブインラーメンとハンバーグカレーらしいです。これは絶対マヨネーズ。ミックスフライ定食です。うまそうだ。マヨでマヨ。これ楽しみです。うまそう。はい、大野屋さん行ってきました。野田市にある、ドライブイン大野屋さん、行ってきましたけど、撮影許可の方を、撮らせてもらって動画撮れましたんでありがとうございます。また、撮影ではなくて、普通にご飯食べに行きたいと思います。でね、お姉さん、今時珍しいドライブインということで、昔ながらのドライブインかな。万能市の方に中里ドライブインってあるんですけど、そちらの方を昔子供の頃よく行ったのを思い出した感じですね。お値段がリーズナブルで、量も多くて、味もマイグーという感じの、ドライブイン、お姉さん。野田市にあるのかな。うん。で、まあ、リンク、お姉さんの住所とかは、下の、この、概要欄の方に載せますが、うん。かなりいいですね。でね、ちょっと夜行こうと思ってちょっと聞いたんですけど、夜の場合は、お電話してから行った方がいいそうなんですよ。閉店時間がお客さんいないと閉めちゃう感じみたいなんで、あと、まあ、まちっていうことを言ってたんで、まあ、お昼のランチは定休日じゃなきゃやってる感じかな。うん。で、今回ってランチタイムって、ランチはなかったんだけど、まあ、ランチの時間、12時頃行ったんですけど、お客さんぼちぼちいて、私、みんな帰ってから撮影させてもらうような形を撮らさせていただきました。ご協力ありがとうございます。お姉さん、とりあえずね、女性の方、レディの女性の方に、どこの YouTube に載せるんだと言われたんで、名刺あげてきましたんで、お嬢さん、ありがとうございます。見てくれてますかね。まあ、こんな感じで、まあ、あんまり大した YouTuber じゃないんですけど、まあ、地域貢献を目指して、野田市系のも載せてるんで、今後ともよろしくお願いいたします。まあ、こんな感じかな。まあ、
ちょこっとなってしまうんですけど、エンディングはニューヘスタジオで撮ってる感じで、まあ現在撮れなかったニューヘスタジオで、まあこんな感じでやっていきました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた、ニューヘの食べ歩きでお会いしましょう。